はい、こんにちは、店長です。本日はとっても簡単にできるスイーツ、牛乳餅を作っていきたいと思います。どんな、餅になるのか楽しみです。それではやっていきましょう。まず材料ですね、材料は3つ使います。まず牛乳 250cc です。でこちらですね、砂糖 20g、 片栗粉 35g、これを、火にかけていきます。こちらを割と弱火でやっていきますね。で牛乳 250cc 入れて、砂糖 20g 入れて、片栗粉を 35g 入れます。あとはこれを、焦げないようにひたすら混ぜていきます。耐熱ヘラの方がいいんですけど、うちなかったのでしゃもじでやってますけど、牛乳の香りが、ホットミルクの香りがしてきましたね。しかしなかなか固まらないもんですね、これ。なんか牛乳が餅になるのってすごい不思議ですよね。あ、なんか固まってきました。なんか急激に固まってきたので弱火にします。わ、すごいすごい固まってきました。なんか急ですよ、急に固まってきます。これどこがゴールなんかもう固まってきたので良しとします。これを氷水に冷やします。これヘラの方がええわ。で適当な大きさにちぎります。はい、盛り付けてみました。おー、ちょっといいお皿、これきな粉かけて食べますね。なんか本当に餅っぽい感じになってます。牛乳と片栗粉と砂糖、はい、完成です。なんか本当に急に固まり始めるので、火にかけて 2,3 分かな、弱火で 2,3 分ぐらいででここまで、まあ、5分あれば全然できますね、多分。それでは食べてみたいと思います。なんかすごいヘルシーですよね、牛乳ですよね。なんかほんとプルンプルン。の餅の食感しますね。なんか伸びない餅みたいな感じです。うん、でも餅の味がする。なんかあんまり牛乳っぽさがない感じがしますね。なんか牛乳僕嫌いじゃないんですけど、牛乳嫌いでも食べれるかもって思ったんですが、責任取りませんけど、はい。でもなんかあんまり牛乳っぽさない。きな粉との相性がすごいですね。なんかメープルシロップとかかけたいなと思ったんですけど、うちにそんなものはありませんでした。でも本当に簡単にできて、なんだろう、牛乳、片栗粉、砂糖しか使ってないので、なんか工夫次第でいろいろできそうな気がしますね。美味しい、美味しいですよ。なんかふわふわ、なんか餅みたいに伸びないので、なんか喉に詰まらせる心配がないんじゃないかなと思いますね。なんかすごくヘルシーでいいと思います。ゴムベラがいいです。でもまた耐熱性のなんかヘラがいいです。しゃもじ難しいあの木のね、曲がらないやつは難しいです、やりにくいです。で今洗い物してるんですけど、鍋に餅いっぱい食ってみます。これが、上手に取れればね、すごくいいと思います。はい、そんな感じで、今回もご視聴ありがとうございました。なんか上手にできたよって、こうしたらいいよっていうのがあれば、コメント欄にぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。
には、バイバイ。